オルビット町の周辺では時折ゼンマイの周りで積み木の小人が止まっているのを見かけます。それは予言の女神が王城の住民に与えた贈り物です。旅人さんは危険に遭遇した積み木の小人を正しい軌道に戻すことができます。ゼンマイを攻撃することで周囲のシーンを少しずつ遡る ことができます。遡った後2秒経過すると積み木の小人の運命の軌跡は再び動き出します。シーンの中ではシーンの進行を妨げる手がかりを見つけられます。利用して積み木の小人の運命を変える方法を探してみましょう。攻撃して時間を遡れと。これでスタートかな？攻撃か。なるほど。シムランカの住民が神託を祈るために使っていた柱。今は他の使い道があるようです。輪のある神託の柱にカメラの照準を合わせると操作ボタンが出現します。これを押すと、魔線はプレイヤーの近くの神託の柱に向かって飛び線をつなげます。つながらないときは、つながっている信託の柱を攻撃するとすべてのリンク状態をリセットできます。なるほど。これをカメラであれせんといけんってこと？これでいいの？これでいいんだ。これでいいんだ。ありがとうございます。じゃ、まず時間をバシバシッと攻撃して、手前のやつを。で、時間を戻して、あいつが落ちる前の状態にした後に、後ろの、ギミックというか、あれを引っ張ってつなげると、時間が再生しても、今、さっき落ちてたやつが今度は落ちないという結果が変わるってことね。時間が逆戻りしたみたいだったぞ。予言の女神の魔法をご覧になったのは初めてですか？それなら時間が戻ったと誤解するのも仕方がないかもしれませんね。電車が大好きなさん、こんばんは。ナビアはおめでとう。ナビア、復讐のナビア。簡単に言えば、これは万物の軌道を司る予言の女神がオルビットに下された贈り物です。これがあれば人生の軌道を外れた市民を元に戻せるのです。人生の軌道、まさかオルビットではそれが生まれながらにして決まってるの？いわ表示、これ、まあ、使わんけど。悪いことのようにおっしゃいますけど、補足させてもらうと、オルビットのためにも当然自分の生き方があります。僕だって毎朝オリーブオイルかごま油のどちらでパックするか自分で決めてますしね。でもさっきみたいに落っこちて木のブロックになりそうな時などは魔法が発動するんです。つまりお前たちの命や安全を守る魔法ってことか？例外はあるものの、概ねそのように理解してくださって問題ないと思います。とにかくあなたたちが無事でよかったよ。皆さんはオルビットに向かわれるのですか？そうだ、ギアリフトっていうやつにどこで乗れるか知ってるか？ああ、それならそこの鍵の刺さった台のことですよ。え？あれが本当にオイラたちを運んでくれるのか？ご安心を。オルビットの街はほぼギアと軌道で構成されている上、予言の女神の加護を受けているのです。つまりその軌道は固定されていて、前進と書かれた車が後退することはありえません。フォンテーヌのクロックワーク玩具みたいだな。もしかして小人が踊るオルゴールみたいなもののこと？確かスメールの商人のところでも見たよ。そうそう、とにかく急に脱線したりしないなら安心だな。行こうぜ。色とりどりの見聞に新たなコンテンツ。ゴミか。
これこれまた今度やる。まあ、この辺は後々やればいいかな。前提任務クリア後にってことはもう全部プレイできる状態なのかな。ナレーションの補足、ページを進めると解放、まあ、とりあえずストーリー通りに行こう。ギアリフトはオルビット上における重要な移動手段。ここを、まあ、分けるほどでもないか。ゼンマイを攻撃してギアリフトを駆動。ギアの止め状態がフルになるとギアの回転が止まり、リフトの移動も止まる。ギアが一定時間攻撃を受けなかった場合、リフトは元通り。止まるとかそういうのがよく分からなかったな。次はお城のてっぺんに行って予言の女神の神託を受けないと。私たちが城の奥へ向かうのを王様が気になさらないといいけど。国王陛下のおなーりー。え、王様？なんでこんな時に。まずいぞ。オイラたちが城に入るって聞いて怒ったのかも。静粛に。オルビット城の支配者であり、秩序と星々の守護者でもある流星のもとに降臨されし、我らが国王陛下のお出ましである。肩書きが長いな。遠くからようこそ。あんたたちの功績は聞いたよ。森に天木密をもたらす妖精と予言の、あれ？ナビア？国王陛下のお名前を口にするとは、なんと無礼な。陛下なんだ。さすが私の相棒だね。アドリブうますぎ。ここ、はいはい、みんな肩の力を抜いて。紹介させて、こちらは旅人と最高の仲間サイモンよ。北欧陛下のご友人でしたか。それは大変失礼いたしました。さて、歓迎の儀も終わったことだし、みんな持ち場に戻って。お客様の相手は私がするから。王冠バージョンも欲しいな。やめてよ、かしこまっちゃって。で、どうやってここに来たの？それはこっちのセリフだぞ。なんでここの王様になって王冠までかぶってるんだよ。あや、わかったぞ。目が覚めたらこうなってただろ。よくわかってるじゃない。あと、こうも言われたかな。オルビット城の国王となり、この町を救えって。私も似たようなことを言われたよ。そうそう、こちらが祝福の森の妖精さん。会ったことないんだっけ、ニーロ。あ、こいつはスメールの旅で知り合った友達のニーロだ。はじめまして、ニーロさん。私はナビア、スピナリロースらの会長よ。フォンテーヌを旅するときはポア村長にも遊びに来てちょうだい。お前は本当にのんびり屋だな。この世界から出られるかどうかもわからないのに。なんか紙切れみたいなやつがいたな。何が心配なの？
これより難しい問題をみんなで解決したことだってあるでしょ。これくらい全然どうってことないって。こけてる。それに人生にはサプライズがつきものよ。楽しまなきゃ損なんだから。ナビアさんはポジティブなんだね。そう言ってもらえて嬉しいよ。予言の勇者と妖精があんたたちだって知って私もほっとした。私たちってもう予言には慣れっこだと思わない？予言といえばオルビットの街は何かヤバいことになってるのか。まさかここもあの怖い悪竜に破壊されたとか。そのまさかよ。ちょっと前にどういうわけか悪竜が街の空に浮かぶ星に目をつけていきなり飛んできてそれを奪ったの。幸い衛兵が即座に対応して星を巣穴に持ち帰られずに済んだけど、悪竜の手が緩んだ時に星が町のあちこちに散らばってしまった。一つ回収して残りを探してたところにあんたたちが来たってわけで、そっちは何しにここへ来たの？実は。なるほど、予言の女神の神託ね。ナビアさんは何か知ってる？女神の彫像なら城のてっぺんにあるよ。案内してあげる。あの鶴みたいな鳥たい。ここの住民の話だともうずいぶん前から新しい神託は下されてないみたいだけど。どういうことだ？アーモンド長老はこないだも女神の予言を聞いてたぞ。ああ、多分シムランカの勇者に関する予言だからでしょう。それならずっと前から存在してたはずよ。最近になってみんな気づいたの。平和の再来の後のことについて女神様に尋ねても何の返事も返ってこないってことにね。そっか。あんたたちも試したいならやってみたら。ついでに侵入者も倒してってよ。侵入者？ここって悪竜以外にもなんか問題があるのか？うん、祝福の森と同じでここの住民にも異常が現れ始めてる。予言の女神の贈り物って知ってるでしょ。積み木の小人を守る魔法なら私たちも見たよ。そう、それよ。最近は町でトラブルが続出してるからかもっと深いわけがあるのか、とにかく魔法が頻繁に発動するようになったのよ。みんなその場に固定されたまま身動きが取れなくなったり、何かのループにはまったみたいに何度も同じことを繰り返したり。クロックワークのおもちゃに例えるとレールが劣化したりギアがずれたりみたいな。そうそう、そういう感じ。その隙を狙って野外の魔物が町に入り込んでしまったの。え？でもこの辺りには魔物の影も形もないぞ。それは私が数日かけてほとんど一掃したからよ。残りも基本は城に閉じ込めるか町の外に追い払った。待てよ。じゃあ今オルビットじゃ魔法に異常が起きてる上、竜が空の星をひっぺがしちゃって城には魔物が大勢閉じ込められてるのか。祝福の森よりも問題が山積みだな。あとの2つの問題はまだいいけど、みんなを拘束する魔法はどうしたらいいのかな。そこについては予言の女神も早くから準備してたみたいよ。大昔に女神様が残した予言があるの。星空につながるギアを動かすのだ。その時わしは舞い、皆の足元に続く軌道を千の星に返すだろう。お？軌道は予言の女神がオルビットに授けた贈り物のはずだろう。でもそれって贈り物を回収するって意味に聞こえるぞ。文字通り受け取るとそうね。だから一部の国民は不安から予言のギアを回すのに反対してる。予言の女神の加護を失いたくないから。でもこのまま問題を先延ばしにするのも良くないよね。そうなのよね。みんなもそれは分かってると思う。ただ一歩踏み出すのが怖くて他の解決方法に期待してるだけで、妨害を無視して
私たちでゼンマイを巻いてもいいけど。そう、さすが相棒、よくわかってるのね。できれば全員に理解してもらいたいんだ。だってオルビットの未来は国民が決めるべきでしょ。へえ、賢い王様っぽい発言だな。私も一応スピナディロースらのボスだからね。王様になるのは初めてだけど、まあ大体似たようなもんでしょう。というわけで、旅人タイモン、それにミーローさん、ちょっと手を貸してくれない？あんたたちがいれば町の問題もすんなり解決できるはず。その呼び名もこうして聞くと悪くないね。まったく水臭いな。そんなこと聞くまでもないだろ。私にも手伝わせて。この綺麗な町を祝福の森と同じように少しでも早く復活させたいの。よかった。オルビット城の国王としてみんなにお礼を言うよ。じゃあ案内するから、まずは城のてっぺんにある女神像のとこに行きましょう。しっかりついてきてよ。この国王陛下の城は超巨大なんだから。ナビアの目の中の星って珍しいよな。あれフォンテーヌ特有のじゃないよな。アップで見れないっけ。目の中の星があるじゃん。フォンテーヌだからってことだ。フォンテーヌって誰がいたっけ。ないよな。ナビア特有のあれなのか。ナビアと仲いいこいつですらないよな。他にあの目のやついないもんね。なんでナビアだけ目の輝きが、あの、なんていうの、ひし形じゃないけど、あのあれなんだろう。ナビア以外多分いないんだよね。やっぱ神はちょっと特殊な目をしとるな。え、勝利先生は。ああ、でもなんか、やっぱ、なんか蛇みたいな。あ、でも雷電将軍割と普通なのか。あ、でもなんか、こいつもちょっと若干蛇っぽい。結構目に特徴あるんだよね。こいつもなんかでもちょっと特徴的だな。四角、じゃあ三角だ。出身だからっていうことでもないっぽいよな。あ、こいつも変だ。なんか特殊な目の奥をしてるやつと星4の中にもいるしな。オッドアイとかね。なるほど、ナビアさんだけだったな。お、これはあれ、私が見つけた星よ。衛兵に予言の女神のそばに置いておいてって頼んだのに、まさか上の方で異変でもあったのかしら。とにかく急ぎましょう。ちょっとワープポイント開けながら行きたい。あれか、遅い。で、あっちは地下か。
階段登るのあんま得意じゃないんだな。なんか倒れとる。ちょっと変。おお。お披露目だ。世界を熱狂の渦に。命の重みを知りなさい。薬も毒。え、弱。我が祝福の名を呼ぶがいい。魔物が中にいる。外に出すわけにはいかない。任せろ。これ踏めばいいの。そういうことじゃないんだ。クークーって言う。こっち行けってことやね。任せてでいいんだ。おっと、あれは危ない。うふ、危ねえ。危ないですね。天へと回す。風が来る。これは拾う。敷布団や夏布団のカバーを整理しながら見てます。孫たちが8月上旬に帰省するので準備ですね。タイに行く前最後の帰省になります。あー大事だね。それは大事じゃ。お腹痛いな今日。こんなのも欲しいの。なんか今セイロガンをさ、セイロガン切れたからさ、買いに行ったらさ、ラッパのマークのやつしかなくって、あれ高いんよね。バレたらまずいぞ。ほんとか、ありがとう。200粒で1200円だったかな。だからジェネリック的なやつで1000円しなくて結構入ってるやつあったような気がしたんだけど、売ってないんよな。ジェネリック的なのでいいんだけど。別に来るな、ピンチだ。ヒルチャールどうやってこの中、この世界に入ったんだよ。薬も毒も、もっと泣きわめて。ん？ん？いつの間にか倒してた。欲しいなら君にやるよ。それをくれ。それを渡すんだ。わかった。これ恩返しだ。いやいや感がにじみ出てるよな。こっちだよな。あれでもなんか矢印の方向と違うけど。いちいち倒さんでいいんかな、これ。天へと舞い、風が如し。すぐに直してあげましょう。治療しないとな。お、すごいことになってる。ベタベタするってなってる。一人では引き剥がせない。すごいことになってる。誰か助けて。これ順番があるんだ。私は大丈夫。スーパードラッグひまわり系の
お、こいつだけ一人じゃ剥がせない。スーパードラッグひまわり系のとこ2店舗くらい行ったんだけど、ラッパーのマークのしかなかった。ウォンツ行ってみたけん。こんなお腹壊すからな。お塩をあなたに渡す。また一つ手に入れたぜ。結構苦労したな。あまり清潔でもないかもしれません。マップはまあまあ。あ、これコーヒーか。ワークポイント、ちょっとそこ行きゃいいんだろうけど、ちょっと周辺が気になる。あ、ブナカット落ちるとこだった。ここ今上がってきたとこ。何もない感じなのか。あ、駅があるけど直で上がってこれるようになる、なるのか。これはくそ動けない。今夜は大丈夫なんですか。トイレ休憩してくださいね。私も家事しながら離れたり見たりですから。うん、なんかそう大丈夫。何があったの？国王陛下、先ほど過激な星派の吸収を受けました。星を星の庭に捨てられ、神託の柱の魔線まで奪われてしまいました。ただそいつを捕まえようとした瞬間、予言の女神の魔法が突然発動してしまいまして。許さないぞ。星空を動かすギアには指一本触れさせないからな。神託の柱って何なんだ？神託を請うための道具よ。その話は後にしましょう。まずはみんなを助けなきゃ。動くな。ゼンマイを回し怪しい人物を捕まえる。あ、そういうこと。あ、ここちょっとアーカイブ開けようか。